直接元気だな。自分直してくれたのかな。隣の203号室に越してきた佐藤と申す。お見知りおきを。今なんて言った？一人か。親は？お主には関係ない。もう知るか。嘘、隣さん。よく見て走ってんだじゃねえ。俺あの子置いといていいのかな。お主とわらわの出会い乾杯である。情けねえよな、あんな小さな小太郎君を傷つけて。誰かが陰で支えてあげなきゃいけないんだよ。わらわは泣くのは嫌ぞ。どこ行くんだよ。なんであいつは一人なんですかね。小太郎は一人暮らし。4月24日土曜夜11時30分スタート。敵はどこぞ。戦闘じゃなく戦闘な。